こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン輸出の魅力。アマゾン室でいくら稼げるのか。私のサポートを受けると、アマゾン室でいくら稼げるのか。初心者が物販をするなら、オーストラリアアマゾン室が一応不死なわけ。あぶく銭を持ったオーストラリア人に、安く買った商品を高く売れば儲かる。シンプルで結果が出るのが早いのが、アマゾン室の特徴。 正しいタイミングで、正しい方法を実践すれば、効率よく稼ぐことができる。これ、正しいタイミングで私のサポートを受けた売上げで、去年の売上げですけど、3年以上前に、アメリカアマゾンを始めていた会員さんの売上げは、こんな風になってます。アマゾンしたサポートを返したのが2010年10月の会員さん、34,454ドル売れてます。このうち3割が利益ですんで、 えー、だいたい売上がが380万。で、月の利益が120万弱というのをね、えー、一人で、マイペースで週、週、えー、週じゃねえや、1日4時間ぐらいの作業で、これだけ売上げて稼いでる会員さんもいらっしゃいます。まあ、他にも、えー、22,157ドル、年収にすると2,950万。14,167ドル、年収千1,890万。1539ドル、 年収1400万。6828ドル。年収900万と。わずか数十万円の投資と数ヶ月の実績でここまで育つビジネスは他にありません。日本人なら稼ぐ力を身につける必要がある。稼ぐ力を身につけないと大変なロゴが待っています。年金はもらえない。預金はインフレで役に立たない。会社にはリストラされるかもしれない。 例えば高卒初任給の推移ですけど、昭和30年には5,900円だった国家公務員の高卒初任給の給料、30年後には16倍の95,500円になりました。ところがその後30年の平成27年にはわずか1.5倍しか増えていないと。16倍だったのが1.5倍。凄まじい成長の鈍化です。今や日本は貧しい国に転落しています。 一方、今回アマゾン輸出で狙うオーストラリア。今や主な国の最低賃金で一番高いのはオーストラリアです。日本、韓国と、ね。日本最下位じゃないというの書いてあるんですけど、まあ、実はもう韓国は全国一律830円になってますので、日本は主要な国の最低賃金最低と、ね。オーストラリアの約半分というようなことになってます。 最低賃こういう状況ですね。それもそのはず、G7 のうち日本だけ賃下げされてます。そんな状況の日本、輸出ビジネスを始めましょう。日本が大変なことになるなら海外で商売をするのが解決策です。海外には景気の良い国がいくつもあります。しかし海外に店舗を持つとなると数千万円から億を超えるお金が必要です。 アマゾンの仕組みは利益が出しやすい。アマゾンを使えば輸出ビジネスは簡単、資金いらず。アマゾンでやること。大変なことはアマゾンがやってくれます。自分でネットショップを作る場合は、アマゾンを利用するのと比較にならないぐらい大変なハードルをクリアする必要があります。そのネットショップ作りは不要です。また集客もアマゾンがやりますから不要です。 売り込みをする必要もありません。Amazon がやってくれます。また、入金確認も不要です。Amazon がやってくれます。梱包も不要。Amazon がやってくれます。発送も不要。Amazon がやってくれます。クレーム処理も不要。Amazon がやってくれます。返品受付も不要。Amazon がやってくれます。Amazon を使えば、機能もい、返品作業、一切めんどくさいことをやる必要はありません。 あなたがやることは買い物した商品を Amazon に送るだけ。その買い物する商品、どんな商品を選べばよいかをサポートしています。初心者でも稼げる副業、Amazon 輸出。最初の1ヶ月は1日どれぐらいの作業をするのか。質問。新生児がいるサラリーマンでもこなせる作業量でしょうかという質問をいただきました。こなせます。最初の21日間は、 一日10分から45分の作業をしてください。やってはいけないこと。焦って休憩なしで2時間以上作業すること。新しいことを始めるときのコツは、まず習慣化することを最優先することです。大変なことをいきなりすると燃え尽きます。それと作業するのは朝が良いです。朝は夜より賢いです。新しいことにチャレンジするときは、できるだけ朝時間を使って作業してください。 朝の15分と夜の45分で効果が同じぐらいです。朝10分で良いので動画を見る、講座登録をする、商品探しをする、毎日何かしてください。アマゾン輸出は早く始めた方が楽に稼げる仕組みです。稼ぎやすい時期に始めて、一度商品探しのコツを覚えて販売実績を積む。こうすると後から参入した出品者よりも、 高く販売しても売れるアカウントになります。アマゾンを使って商品を販売している10万人以上が年間1200万以上、月間100万以上売り上げています。これはすごい数字です。そんな、みんなが稼いでるアマゾン。3年後のオーストラリアアマゾンの売り上げ予想は7兆8000億円です。浪費家がたくさんいるオーストラリアアマゾン輸出は稼げます。 しかもマイペースで一人で稼げます。日本に住んでいるならアマゾン室で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪です。しかし仕入れ場所としては最高の場所です。そのオーストラーアマゾン。こう最近売れ行き増えてきてみます。11月の15日売り上げ報告5247ドル。 196個売ってる。これはオーストラリアアマゾンの売上報告です。あるいは、えー、同じ、同じのアップしちゃった。えー、また別な会社だとね、えー、12月12日、えー、つまり今日、ね、売上100個超えましたというようなね、ご報告もいただいてます。日本に住んでるあなたは、オーストラリアアマゾンにして稼がないと大損です。ここをクリックして、 オーストラリアアマゾン室サポート申し込むページを見てください。そのオーストラリアアマゾン良さそうなの分かった。じゃあ具体的に何をやってどう稼げばいいのか。ね。その稼ぎ方を教えてもらうのにいくらかかるのか。そういったのを案内しているページにこちらをクリックすると飛びます。今動画で見てる方、こういうね、クリックしても何も起こりませんので、動画の説明欄に書いてある URL をクリックして、アマゾン室サポート申し込むページを見てください。 日本に住んでいるあなたは、オーストラリアも絶対稼がないと、大損です。